もう何年も前だけど、私が上の子産んだ後で義弟嫁が妊娠。義弟は所得も低いのでベビーベッドとか譲ってほしいと言われた。うちは帝王切開だったし2人目生まれるまで時間があるけど、節約したいから2人目まで置いておきたいしと思ってたんだけど、2人目生まれ頃2から3年後には返してねという約束で、ベビーベッドその他いくつかのグッズを貸した。その後2人目妊娠した時に連絡したら、すみません、うっかり全部友達にあげちゃいましたと言われた。いやいや約束違うじゃんとムカついて、旦那から義弟に一言言ってもらったら、義弟が職場からてっきり嫁が保管してると思ってた、すみませんお詫びに新品買って返しますと連絡があった。さすがに新品はと旦那とどうしようかと相談していたら、義弟嫁からその日のうちに連絡があって、友達にあげたと思ったけど家にあったから返します、新品は諦めてくださいと連絡があった。後日義弟から家に帰って事情説明したら、義弟嫁にうちも2人目産む時にベビーベッドがなかったら困るからしらばっくれただけなのに新品買うなんて勝手に言うなと怒られたらしい。そこで揉めて結局うちに返すことになったんだと。それを持ってきた時に、うちも2人目産む時にまた返してくださいねって一言言われて、さすがにムカついて返すも何もこれうちのだからとだけ答えたらムッとしてた。その後2人目が使い終わった後、人にあげたわ。翌年妊娠した連絡来たけど、すみません、うっかり全部友達にあげちゃいましたと返事したわ。それ以後一切連絡取ってない。貧乏人が身内にいると余計な愚弄を強いられるんだな。気心知れてない間柄で物のやり取りはしないに限る。義弟嫁が半ば無理やり赤ちゃん向けのおもちゃ、うちの子当時3歳をよこしてきたんだけど、後になって返してあげたつもりはないと言い出して困った。返せるには返せるんだけど、パーツを一つなくしてしまってそれで切れられた。思い出のあるものなのに、もうそのメーカーでは作ってないから取り戻せないで、 LINE のやり取りで、義弟嫁おもちゃの写真添付これあげたいから今度持っていきます、私うちの子には子供っぽいからいりませんってやり取りがあったから、それスクショして見せたのに、直接届けに行った時には私はあげるって言わずに渡したと言い出して、この人話通じなくて怖いなと思った。結局メルカリで1000円しないで売ってたので、そこからなくしたパーツ出して返したけど、もう二度と物のやり取りはしない、お付き合いもしないと誓った一件だった。お下がりは持ってる人が使ってくれると聞いて初めて交渉が始まるもので、くれくれ言ってくるのにろくなのはいない。